源の中綱は、平安時代末期の武将、家人。源の頼政の着難。母は、源の人白井女。家には、聖五位下、おきかみ、伊豆守。源の頼光に始まる摂津源氏の一門であり、代々大内守護の任にあったと言われる。九十二年、主人新王が立大しされると倉人に補いされ、東宮に仕えた。平治元年、父頼政は、 平時の乱で、平の清盛に味方し、その結果、源、義朝の川内源氏は没落するが、摂津源氏は、平氏政権下の中央に泊まることになった。乱の後に義朝の三男であった、源の頼朝が、伊豆国昼が小島へ入るとなったが、この時期に中綱は、伊豆守となっており、一説には、流罪の身となった頼朝を伊豆へ運んだのは、 頼政の配下の摂通は田辺氏だともされる。平氏政権下における中綱の動向としては、任乱三年に、伊豆守であった中綱が、国内の不作によって朝廷に剣じる五節、前の舞姫の費用を弁じることができない旨の受けみが現存しており、頼政中綱不死の動向を知る数少ない資料となっている。その他大内守護の任にある中綱は、頼政と共に、 天皇や法皇に仕え、諸行時に供部しており、また不祖道様家人としての活動が知られ、九条金座ねら危険の主催する歌会、歌合わせに出席し、その栄華が、潜在は歌集に六首に集している。父の頼政は、家門の誉まれまれとして、十三位に上ることに望みをつなぎ続け、七十歳を過ぎても、家徳を中綱に譲らずにいた。その願いが叶い、 自称2年12月、清盛の推挙により、頼政は、十三味に上され、翌自称3年11月、出家した頼政より家督を譲られる。自称4年4月、頼政、中綱夫氏は、後白河法王の、第三王子持人王と平家だとを図った。その動機について、平家物語では、中綱が所有していた、木の下という名馬を清盛の三男の宗盛が、 県政を傘に強引に奪い、しかもその馬に、中綱という名をつけて侮辱したのがきっかけだったと言われている。暗愚の将、胸森という人物像を印象づける逸話であるが、事実かどうかは不明である。挙兵計画は、持ち人王の名で、平血等の領事を大事者や諸国に私服する源氏に、下し、その放棄の呼びかけの名義人が、前伊豆守源、中綱であった。 5月になって、挙兵計画は、準備不足の段階で漏洩してしまう。同年5月21日夜に、父よりまさ、弟の加熱ならとともに自邸を焼いて刑を退去し、御城寺に逃れていた、持ちをとと合流し、挙兵の意思を明らかにした。だが、平家の調略で、延暦寺は動かず、御城寺も危険になったため、なんと幸福寺へ向かう。26日に、 平友盛率いる追悼軍に追いつかれ宇治川を挟んで平家方の大軍と合戦になった。頼政と中綱が大将となって防戦するが、平家方に強行と化されて防御陣は崩れる。中綱らは持ち人を逃すべく平等院にこもって必死で戦い、中綱は散々に戦い満身創痍になって、平等院釣り殿で自害した。去年は五十五とも。 老齢の頼政は腹を切って自害し、頼政養子の金綱、中家、中綱着難、そう綱らも最後を共にしている。中綱の次男の友好とその弟で四男の生綱は、治行国の伊豆にいたため生き残り、伊豆での源の頼朝の挙兵に参加、友好は後源、義経の女性となる。 三男の来世も治行国にいたため難を逃れたが、北面の武士であった兄の友好が、後白河法皇の命により、源義経の家臣になると、兄の友好に従い、義経に仕えた。後に、頼朝が下した義経追討により有綱が撃たれると、弟の聖綱、広綱と老いの胸中、叔父の国政、頼兼らと那須塩原に逃れる。ありがとうございます。